悟りのナッツ同僚から「ご礼食うか」とナッツをもらった「なんだよこれ」「いいから食ってみろよ」それはよく酒のつまみなんかにあるミックスナッツのようで僕は手のひらのナッツをパラパラと口の中に入れた途端ささくれ立っていた気持ちがスーッと楽になっていく ん、なんか変な感じだ。そうだろう。これは悟りを開けるナッツなんだ。なんだそりゃ。お前が平川課長にこってり絞られているのを見ちゃったからさ、持ってきたのよ。見てたのかよ。フロア中に響くくらいの土星だったからな。俺は、ほんの10分前に喰らった平川からの説教を思い出して、 また少しむかっぱらが立った確かに俺のミスではあるしかし平川にも全く責任がないとは言い切れないのに自分は悪くないとおしんたっぷりの嫌みを聞かされたのだこれお前にもやるからなんかストレスあったら食えよ何なのこれだから悟りを開ける夏だって感情がささくれだったり自分が行き過ぎた行動をしそうになったり 欲望に流されているなと思ったらこのナッツを食うんだそうするとスーッと楽になるからうーん同僚からもらったナッツにはよく見ると見たことのない種なんかも混じっていてどこからを外国で売っているようなやつなのかなと思ったそれから僕は何かこれはいけないなと思うようなことがあるとナッツを食べた ナッツは、ある意味人生剤のようなもので、食べると自分のささくれだった感情や欲望がしぼんでいくのがわかった。ナッツを気に入った僕は、同僚に購入先を聞いて、自分でもナッツを買って食べるようになった。そうやって自分の感情をコントロールするようになってわかったのだが、人間、内側が平穏だとエネルギー消費が少なくて済む。 内側が平穏であれば、いくら外からの刺激が強くても、さざ波程度でそれを受け流せるのである。思えば、長い時間が経った。同僚からナッツをもらったあの日から、私は変わった。以前までのささくれだって尖っていた私はもういない。私は自宅のリビングで、 ゆったりとした時間を妻と一緒に過ごしていた。非常に穏やかな時間である。リンと控えめな呼び鈴が鳴った。妻が出てくれる。スーツ姿の男性がリビングにやってきた。おお、立派な木ですね。我が家への来客はみんなそう簡単な声を上げる。 ナッツを食べて様々な欲望を排除した私は結局のところ人間の欲の対象にあるのは植物だと気づいたそしてその心理に気づいた時私の中で何かが芽生えたのだしかし妻は家の中に木があることを嫌っているそれは残念なことだ まだ興味深そうに木を眺めている来客の目線を遮って、妻が、こちらへ、と来客を別室に促す。どこに行くんだい私はそう妻に尋ねるが、妻は答えない。妻と来客の男が奥の部屋に消えていくのを見たとき、私は、 自分がその木になっているのだということを思い出したのだった「凍結千四1497番「出ろ」「監衆に呼ばれて独房を出る」「ついにか」 と思う俺は死刑の判決を受けすでに半年以上この刑務所に服役しているそろそろだと思っていたしかし監視は俺を看守長の部屋へと案内した何だというのだろう座れ監視長にそう言われて俺は椅子に腰掛けた異例の措置として お前をここに連れてきた。お前の判決内容は承知のことと思うが、その内容が多少変更される。変更何を言ってやがる。俺の判決は死刑。それが覆ることなどは、もはやないはずだ。現在、死刑判決を受けている死刑囚に対し、死刑以外の刑執行の選択権が与えられることとなった。 はあ。死刑を選べば、従来と同じく、公衆による死刑が執行される。ただし、執行は今日ではない。下打ちをしたくなる。やるなら早くしろ。半年間、そればかり思ってきた。死刑をしなかった場合、凍結流刑に処される。凍結流刑なんだ、そりゃ。 監視長が不機嫌な口調で言った。死刑制度に反対する勢力の活動により設立された新しい流刑制度だ。凍結流刑に処される者は冷凍睡眠の処理を施され宇宙へと排出される。冷凍睡眠が解けることはない。よって受刑者は半永久的に宇宙を漂うこととなる。もちろん 航路は操作不能なので、太陽に類似する恒星に引き寄せられたり、ブラックホールに吸い込まれるなどの理由で死を迎える可能性はある。その場合、苦しまずに死ぬことになるだろう。よって死刑と同等の刑として凍結流刑が採択されたのである。お前には死刑か凍結流刑かを選ぶ権利が与えられる。 凍結流刑を選んだ場合、執行は本日午後2時となる。この場ですぐに決めろ。無茶を言う。だが、凍結流刑とやらを選択します。俺はそう言った。監視長が小さくした打ちをする。もう待つのは飽きた。今日執行されるというところが気に入った。 下がれ。シャボにて、軽執行を待つように。吐き捨てるようにそういった監視庁の元を辞して、独房に戻った。そして、その日の昼過ぎ、看守に呼ばれて、俺は再び独房を出た。刑務所を出て、見たことのない建物に連れて行かれる。身を清められ、食事を与えられた。最後の晩餐ということか。 そして、死刑台とはほど遠いイメージの近代的な建物へと入る。見ようによっては、棺桶にも見えなくもない、一人用の流刑用宇宙船に乗り込む。何か最後に言いたいことは、宇宙船の覗き窓越しに、係員らしき人間にそう聞かれる。特に、それだけ答えた。 では、証拠番号1497番、凍結流刑を執行する。係員がそう言うと、宇宙船から駆動音が響いて、酸素マスクのようなものが口に押し込まれた。これは生命維持装置なのか死刑に相当する刑なのに、生命維持装置とは。そう皮肉な考えをした瞬間、 薄い霧のようなものが宇宙船内に充満して皮膚にピリッとした痛みを感じた凍結が開始されたのだと思った瞬間強烈な眠気が襲ってきたん目を覚ましたなんだここはどこだ一瞬 自分がどういう状況にいるのかわからなくなる。はっとして、目の前の窓越しに広がる景色に目を奪われた。そこには闇が広がっていたが、ところどころガスのような光が見える。そうか、俺は凍結されて宇宙に。ここは宇宙空間だ。地球の姿は見えない。 地球から排出されてどれくらいの時間が経ったのか。それはわからない。だが、この状況は妙ではないか。俺は凍結されて、その後目を覚ますことなどないはずだ。一体何が起こっているのか。小さな宇宙船全体が奇妙に軋んでいるのを感じる。まさか、冷凍装置が故障したのか。 俺は宇宙船の中で体を動かそうとしたが高速ベルトと口に挿入された酸素チューブのせいでみじろぎ一つできないとその時だった先ほどまでの闇が嘘のようなまばゆい光が窓から差し込んできたなんだあれは巨大な恒星が目の前に迫っていたこの宇宙船は 恒星の重力に引き寄せられているのだろうか。<laughs> 俺は宇宙船の中で一人、パニックに陥った。避けるな。苦しまずに死ねるんじゃなかったのかよ。もはや、眩しいを通り越して、痛いほどの光が差し込んでくる。宇宙船は激しく振動し、恒星へと近づいていく。 暑い、暑い。うーん。俺は酸素チューブを加えたまま声にならない叫び声を上げた。瞬間、体の表面がピリッと痛んだ。はっと目が覚める。そこは宇宙船の中だった。窓の向こうには宇宙が広がっている。 何だったんだ、今のは。まさか夢、夢いや、夢だとしても、俺はなぜ今、目を覚ましたのか。宇宙船全体が細かくきしむ。冷凍装置の故障か。窓越しに闇がどこまでも広がっている。どうなるんだ、俺は、これから。俺は、 また動けるはずもない体でパニックを起こした。出してくれ、頼む。目の前に先ほどよりも濃い暗い闇が迫っていた。なんだあれは。まさかブラックホール宇宙船がきしみ始める。目の前の景色が圧縮される。どうなってしまうんだ 体の表面がピリッと傷んだハッと目が覚めるそこは宇宙船の中だった窓の向こうには宇宙が広がっているなんだ一体どうなってる声にならないうめき声を上げるまた遠くにまばゆい光が見えてきたどうなってる どうなってる宇宙船のきしみ。揺れがひどくなる。震える宇宙船が、恒星に引き寄せられていく。俺の意志とは無関係に、宇宙船が光に向かっていく。また、冷凍が開始される。はっと目が覚める。そこは宇宙船の中だった。 窓の向こうには宇宙が広がっている。もう嫌だ。もう嫌だ。宇宙船の覗き窓からは、無慈悲な暗闇が見える。どうなってる。何がどうなってるんだ。何者をも拒むような暗闇が、目前に迫ってくる。頼む。もう死なせてくれ。死にたい。死なせてくれ。瞬間。 体の表面がピリッといたんだ作業員の男が作業パネルから離れる再凍結完了作業員の男はモニターが宇宙空間に設定されているのを再確認したここは凍結流刑者が回収されて収容されている施設である 凍結流刑に処されるものは宇宙船の中で凍結されてそのままここに収監される宇宙船には燃料などは一切積まれていない当然宇宙に向かって射出する機能も持ち合わせてはいないつまりそれは宇宙船などではなく言うなれば処刑道具なのだった 凍結流刑の受刑者は任意のタイミングで覚醒処置が取られ宇宙船の窓から様々な条件を目にする何度も何度も繰り返し繰り返しそのうちに受刑者は死なせてくれと願うことになるしかしそれが叶えられることはない酸素チューブが挿入されているため 自分の舌を噛み切って自殺を図ることさえ許されない。作業員の男が、作業員たちの待機スペースに戻ってため息をつく。近くにいた上司に向かって行った。まったく、一層死刑にしてやった方がいい気がしますね。仕方ないだろう。殺さずに死と同等の苦しみを与える。 それがこの凍結流刑の目的だ。あと何回こいつらは覚醒と絶望を繰り返すのでしょうか。さあな。凍結している間は細胞も年を取らない。だから、何千回、何万回でも。 エレベーターで会うあいつ私は一人、引っ越したばかりのマンションの部屋を出た。会社まではそう遠くないが、いつも早めに部屋を出ることにしている。階段を出て廊下を進み、エレベーターに向かう。エレベーターはすぐにやってきたので、私は乗り込んで、閉めるのボタンを押した。 ああ、待った待った。廊下の奥から青いパーカーを着た青年が走ってくる。私は、開けるのボタンを押して青年を待った。すいません、どうも。青年がそう言ってエレベーターに乗り込んできたのを確認して、私は改めて閉めるのボタンを押した。エレベーターが加工を始める。一応自己紹介をしておこうかと思い、後ろを振り返った。 しかし、そこには誰もいなかった。いえ。そんな情けない声を出してしまう。さっき、確かに私は青年を。そのうちにエレベーターが一階に着いた。空いたドアの向こうに管理人さんが立っていた。おや、桜井さん、おはようございます。管理人さんにそう声をかけられて、 私はようやく悲しりから解けたような気持ちになった。どうかしましたかい、い,いえ、あの、このマンションの12階に男の子って住んでますか大学生くらいの。私がそう聞くと、管理人さんは特に驚く様子もなく、ああ、出ましたか、と言った。出た エレベーターに乗ろうとしたら声をかけられたでしょう。え、ええ。でも確かに乗り込んだはずなのにいなくなってしまって。あの子はいつもそうやって遊んでいるんですよ。遊ぶあの子はもう何年も前に亡くなった子でしてね。これからも見かけるかもしれませんが、どうか怖がらないでやってください。 管理人さんとそんな話をした後実際に私は何度も彼を見かけたマンションに向かって帰ってくる時にふとマンションの廊下を見上げると他の住人が乗り込もうとしているエレベーターに彼が走っていく姿を見かけたエレベーターに乗り込もうとすると廊下の向こうから走ってくる彼に声をかけられたりもしたしかし彼を乗せた後に振り返っても そこには誰もいないのだ。このマンションに前から住んでいる人はみんな彼を知っていて誰も彼を怖がってはいなかった。かくいう私も何回もその姿を見かけるたびに慣れていった。ある日私はいつもの時間に部屋を出てエレベーターに乗り込んだ。すると廊下の奥からおーい、待って という声が聞こえてきた。いつも通り、開くのボタンを押して彼を待つ。彼が乗り込んだ後に、閉めるのボタンを押した。まだ彼がエレベーターにいる気配がする。私は後ろを振り返らずに彼に話しかけた。どうしていつもエレベーターに駆け込むんだいそれと彼が返事を返してきた。 僕はヒッチハイクが好きなんですよ。ヒッチハイクはい。車に乗せてもらうあれです。ヒッチハイクが好きっていうのは旅行が好きということかね。い,いえ、乗せてもらうことそのものが好きなんです。ヒッチハイクって人間の善意の塊なんですよ。見ず知らずの人間を車に乗せてくれる。そんなの、 全員以外の何者でもないでしょう。まあ、僕が女の子だったら違うかもですが。だから好きなんです。へえ。じゃあもしかして、このエレベーターに駆け込むのも。はい。ボタンを押して待っていてくれる人が好きなんです。あれも優しさでしょ確かにね。でも、変わった趣味だな。 もしかして、取り戻そうとしているのかもしれません。生きていた時の時間を。取り戻すはい。人の善意に触れることで。生きている間は、そういうのに触れることが少なかったから。何かあったの聞かない方がいいと思います。彼がそう言った時、エレベーターが1階について扉が開いた。 もうそこに彼がいないのが気配で分かった。それから私は彼と長い付き合いになった。私が毎朝部屋を出てエレベーターに乗ると彼がやってきた。一回までの短い時間、彼と言葉を交わすのがちょっとした楽しみになっていた自分に気がつく。快活な彼はこれから会社に向かう憂鬱な気分を吹き飛ばしてくれた。 だが、そんなマンションから引っ越すことになった。引っ越しの前の日、私は彼に引っ越すことを伝えた。寂しくなります。青年はそう言ってくれた。一つ聞いていいかい私はずっと気になっていたことを聞いてみることにした。何です君、 わざと私が会社に向かう時間にエレベーターに乗り込んでくれていただろう。他のマンションの住人に聞いたところでは、毎日会うというよりは、たまに会うくらいだという話だった。しかし私は、毎朝このエレベーターで彼に会った。一日も欠かさず、毎日。<laughs> バレてましたが彼がそう言って頭をかいた。 いや、その気配がした。どうして、そんなことをおじさん、いつも死にそうな顔してたから、亡霊みたいに。確かに、そうだったかもしれない。私は仕事が好きではなかった。毎朝憂鬱な気持ちで家を出ていた。彼は、それを察知してくれていたのか。実際私は、 彼の快活な明るさのおかげで少しずつ前向きに考えることができるようになっていったこのマンションを出るのも転職をするからであるやりたいと思ったことをやってみようと思っていたそれにはこのマンションの家賃は少し高すぎる心配かけたねいいえ今 おじさん、いい顔してるから嬉しいっす。ありがとう。エレベーターが一階に着くと彼が言った。じゃあ、お元気で。君もね。暖かい彼の気配が、エレベーターを出て行った。彼の影響で、すっかりヒッチハイクが趣味になってしまった。と言っても、乗せる方だが、 夜、私は業務時間外に車を走らせる。昼間は個人タクシーの運転手として働き、夜は気ままにドライブする。そして、ヒッチハイクを求める若者を乗せるのだ。私は、意外なほど自分が車の運転が好きだということを、彼との何気ない会話で思い出したのだ。今日も山道を走っていると、 一人の女の子が道端で手を挙げていた。私は彼女のそばに車を止め、後部座席に乗り込んだ彼女に、どこまでと聞いた。隣町まで。彼女が小さな声で答える。車を発進させた私は彼女に言った。こんな夜中のヒッチハイクは危ないよ。 彼女からの答えはない。チラリとバックミラーを見ると、彼女が頭から血を流し始めた。その姿を見て私は言った。悪いけど私はそういうの慣れてて驚かないんだ。君、いつもそうやって誰かの車に乗って驚かせているんだろう。寂しいんじゃないのかい。彼女は答えない。 よければ友達を紹介するよ。そいつもヒッチハイクが趣味なんだ。風変わりなやつだが悪いやつじゃない。よければそいつのところに連れて行くよ。いいかな。彼女は答えない。しかし、間もなく彼女がしゃくり上げる音が聞こえてきた。それを聞いた私はハンドルを切って、 昔住んでいたあの懐かしのマンションに向かって車を走らせた垂れ幕コンダテ僕は引っ越したマンションである噂を聞いたそれは 横断幕に関する噂だった。毎日夕方4時くらいになると、ある部屋のベランダで横断幕が広げられるそうだ。そこに書いてあるのは、なんと夕食の献立らしい。例えば、カレーだとか、唐揚げだとか、そんな感じで、献立の書かれた横断幕が部屋のベランダに広げられるそうである。なぜそんなことをしているのだろう 僕はその噂が気になって仕方がなかった。なぜそんなことをするのか、その理由を聞いてみたい。引っ越してから一週間後、僕は月に2回行われるマンションの自治会に参加した。本当は参加してもしなくてもどっちでもいいのだけれど、あの横断幕の噂を確かめてみたいと思ったのだ。自治会の話し合いが終わった後、 世間話をしているマンションの住民の一人に、僕は聞いてみた。あの、すみません。はいはい。301のその先ですが、あの、こちらのマンションの横断幕の噂って知っていますかああ、はい、知っていますよ。あの、あの横断幕って確か5階の方の部屋ですよね。ええ、そうです。 あれは何なのかなって思っていまして。やっぱり不気味ですか。いや、不気味ってことではないんですけど、興味があって。じゃあ今度、うちで夕食でもご一緒にどうですか。あの横断幕の秘密を教えてあげますよ。え、でも、504の田島です。うちなんですよ。横断幕を広げているのは。 まさか、たまたま声をかけたその人が横断幕の人だとは。僕は、夕方4時少し前に504号室の前に立っていた。こうなったら仕方ない、と思い切って呼び鈴を鳴らす。部屋の中から田島さんが顔を出した。やあやあ、ようこそ。どうぞどうぞ。田島さんに案内されて、 僕は504個室に足を踏み入れた。さてと、今、横断幕をかけるので、ちょっとソファーで待っていてください。田島さんにそう言われた僕は、横断幕をかけるところ見てもいいですかと聞いた。ああ、そうだね。もちろん。僕は田島さんと一緒にマンションのベランダに出た。 いつも下の方から眺めている横断幕を裏側から見ることになんだか少しドキドキしてしまう自分がいる。僕は田島さんが広げた横断幕の片方を持って書けるのを手伝った。手伝いながらこっそり横断幕の表を見るとラーメンと書いてある。なるほど。今日はラーメンか。ありがとう。 じゃあ、お茶でも入れようか。ありがとうございます。僕は田島さんにお茶を入れてもらって、それを飲みながら田島さんと談笑した。田島さんは話し上手で、世間話をしているだけで面白かったが、僕は少しソワソワしていた。あの横断幕、やはりあれは、田島さんの家の献立を表していると思っていた。 そして先日、彼は、うちで夕飯でも、と言ったのだ。だとしたら、今日はラーメンが出てくるはずである。僕は、田島さんがお茶を飲むだけでのんびりしてることに、じれ始めていたのだ。ああ、そうだ。田島さんが何かを思い出したように言った。作り始めるのか。 あ断はいそのだがくんはこのマンションの向かいにもたくさんマンションがあるのを知っているだろうええ僕たちが住むマンションの川を挟んで反対側にもたくさんのマンションが建っていたこのマンションは独身者の人が多いけどあっちの方のマンションにはね家族で住んでいる人が多いんだええ、そうだったんですか そうさ。あのマンションのすぐ近くにスーパーがある。ここまで来ると、ピント来たかな。え <laughs> 私はね、そのスーパーの店長なんだよ。いいかい。人間というのは、表層心理の奥に真相心理を持っている。そして、その真相心理は、自分の意志とは関係なく作用する。ピザという文字を見たら、 医師とは関係なく、ピザのことを考えてしまうんだよ。そんな状態でスーパーに行ったらどうなると思う売れるんだよ。ピザを作るためのチーズだったり、冷凍ピザだったりがね。田島さんはそう言って笑った。それが分かっていれば、事前にそれらの発注量を増やしておけばいいのさ。スーパーにおいて、最も大切なのは仕入れなんだよ。つまり、 あの横断幕の正体は、マーケティングの一種というわけだ。まさか、そんなことが。でも確かに、時間帯も夕方4時近くといえば、夕食を作る前に買い物に行く人が多い時間帯ではある。横断幕の噂には、そんな真相があったとは。その時、部屋の呼び鈴が鳴った。おっと。 私はそろそろ横断幕をしまわなければならないので出てもらっていいかねえ田島さんはさっさとベランダに向かってしまった仕方なく僕は玄関の鍵を開けて扉を開けた目の前にヘルメットをかぶった男の人が立っていたお待たせしました男の人がそう言って差し出したのは 他持ちに入ったラーメンだった。えっと、あの、どういうことですかあれ田島さんは今は横断幕を片付けてます。まあ、田島さんはですね、今時スマホ持ってないし、固定電話も引いてないので、ああやって横断幕で出前を頼むんですよ。え僕が後ろを振り返ると、 ベランダで横断幕を片付けていた田島さんがこちらを見てにやりと笑った「もう一体どれが本当なんだ?」僕が玄関にあった「ラーメン代」と書かれた封筒の中のお金を支払ってラーメンを受け取ると田島さんが「さあ食べようじゃないか」と言って笑った横断幕の真相は結局うやむやなままだった いずれにせよ僕には面倒くさい友人ができてしまったのは間違いないようだった洗脳サーキュレーターあるところに天才的な頭脳を持った博士がいた。 その博士の音をある資産家が尋ねてきた。資産家は博士に己の野望を語った。人間の考えを支配したいのだ。それを聞いた博士はこう答えた。ではどんなものでもいい。家電メーカーを一つ買収してください。博士はこんな展開を待ち望んでいた。こんな資産家が 自分のもとを訪れることを。こんな野望を持っている男が現れることを。博士には革新的な発明品を作る頭脳はあっても、野心がなかった。成し遂げたいことがない。手段はあっても、目的がない。しかし、そんな自分の特性を理解する一方で、何か大きなことを成し遂げたいと思っていた。それがいいことであろうと。 悪いこととであろうとそのためにはこの資産家のような男が必要不可欠だったのだ博士は身を粉にして研究に勤しみそして開発したそれは人を洗脳することができる扇風機であった扇風機は風とともに微量の神経電波を発信するそれを受けた人間は 自分でも気がつかないうちにゆっくりと洗脳されていく。博士は資産家に言った。この扇風機を全国でナンバーワンのシェアを誇る商品にしなければなりません。それには価格を安く提供する必要があります。うん、わかった。資産家はその個人資産を用いて扇風機を大量生産し、 市場平均価格の半額という破格の値段で売り出した値段の割に性能もいいということで扇風機は見事ナンバーワンシェアを獲得したそしていよいよ資産家の計画は最終段階に入った扇風機から出る神経電波は資産家が望む内容に人々の考えが専用されるようにプログラムされているあとは 資産家が望む内容を全国の扇風機と繋がった拡張機器に入力するだけである。博士、数ヶ月後には大きく世界が変わるぞ。はい。博士は自分の体がゾクッと震えるのが分かった。恐怖ではない。寒気から来る震えである。自分の発明が世界を変えるのだ。 さて、始めよう。資産家が低い声で言った。博士は、資産家の願いに耳を澄ませた。みんな、キリンさん派になれ。え博士は思わず、すっとんきょうな声を上げた。資産家は、そんな博士に向かって言った。ワンちゃんとネコちゃんは両方好きだ。だから、 犬派、猫派には決着がつかなくていい。しかし、増産派とキリンさん派に分かれるのは納得がいかん。キリンさんの方がかっこいいじゃないか。そう思うだろう。<laughs> 博士は資産家の話を聞いて、がっくりと肩を落とした。<laughs> 無言で資産家の元を去ろうとする博士に、資産家が聞いた。君は増産派とキリンさん派。 どっちだね私は白マ派です。うーん。博士の答えを聞いた資産家は、さほど興味がなさそうに、再び拡張危機器に向かって、みんなキリンさん派になれ、と吹き込んだ。博士は、とぼとぼと資産家の元を去った。 私,会社私が新入社員として入社した会社はすごくいい会社だった先輩社員や管理職クラスの人もいい人ばかりだし就業規則などもきちんと守られているいい会社に入社したなぁと思っていたある日のこと昼休みが終わり午後の業務を始めようと思っていたら総務の人がやってきて言った 明日は社屋祭です通常業務をやめて準備をお願いします社屋祭何のことだろう同じフラワーの人がみんな「はーい」と伸びりした返事をして何やらごそごそと準備を始めた風間先輩私は横の席に座っている風間先輩に聞いたあの社屋祭 あれ園山さん人事から聞いてないあ、はい。そっか。ごめんごめん。俺からも確認しておくべきだったね。風間先輩はそう言って、自分の手を止め説明してくれた。この会社の社屋はね、もともと神社だったんだよ。ほら、中2階に謎のスペースあるでしょ。確かに、2階と3階をつなぐ階段に、 謎の扉があって、この奥には何があるんだろうなと思っていた。この会社があるところには、もともと神社があって、その社が今でも中2階にそのまま残ってるんだ。ほら、この会社ってやたらと柱が多いと思わない。これはね、その社を守るためにこうなってるんだよ。へえ。私はそう言いながら、 あたりを見渡した。そう言われれば、太い柱が多い建物だよな、とは思う。社長が新人深い人でね、こんな建物にしたらしいんだけど、それで、明日、この社屋を祭るお祭りが開かれるというわけさ。あの、準備っていうのは、私たちの周りにいる人たちが、みんな養上テープで、 個人のラックや共用ロッカーなどに封をしている。そ山さんは青森県の立ちねぷたというものを知ってるかいいえ、わからないです。ねぷたは知ってるはい、あの大きな人型の出汁のやつですよね。そうそう。青森県にはねぷたの他にねぷた祭りというものがあったり、 タタチネ祭りというものがあったりするんだけど、タタチネ祭りというお祭りは縦にすごく大きい人型の出汁が運行するお祭りなんだけどさそのタチネプタが出てくる時にビルみたいな建物から出汁が発信するんだすごい迫力でねそれと同じことを明日やるんだよただし社屋祭の場合発信するのはビルの建物そのものだけどね 風間先輩はそう言っって笑ったつまり、この社屋全体が出しとして運行するんだ。だからロッカーなんかに封をしておくんだよ。そうしないと運行している時に中身が飛び出して大変なことになるからね。今日は忘れ物も厳禁だよ。なんと、そんな行事があるとは。社屋祭は見に来ても来なくてもどちらでもいいんだけど、 せっかくだから、その山さんも見に来たらどうかな。俺も来るし。はい、ぜひ。よし、じゃあ準備始めようか。私は風間先輩と一緒に養生テープを手に取った。翌日、私は社屋祭を見に来た。会社にはもう立ち入り禁止になっていたので、会社のそばを走る道路の歩道で風間先輩と落ち合う。 見慣れない私服姿の風間先輩が、会社の社員専用の鑑賞スペースに案内してくれた。歩道には、会社の人以外にも、たくさんの人だかりができている。この辺りでは有名なお祭りらしい。お、もうすぐ始まるよ。風間先輩がそう言って、社屋の方を指さす。すると、一勢のいい掛け声が聞こえてきて、 何か巨大なものが動く重苦しい音が聞こえた。その時、私が勤める会社の社屋がグワンと動き、そしてゆっくり道路へと進み出した。社屋の下に大きな車輪が二つついていて、その上に社屋が乗っかっている形だ。それをたくさんの男の人が掛け声を上げながら押している。 いつも何気なく通っている会社が、まるで巨大なロボットのように全身を回し、道を進んでいく姿は圧巻だった。すごいですね。思わずそんな声を漏らす。でしょと風間先輩が笑った。そんな社屋いの凄まじい迫力に圧倒されてから数年後、私は会社を後にした。 会社のことは相変わらず好きだったのだがいろいろな分野の勉強を重ねる上で別の会社でやってみたいことを見つけたのである新しい会社でがむしゃらに働いていた私は一つ手にあの風間先輩のいる会社が倒産したことを聞いた私はあまりに驚いてすぐに風間先輩に電話をかけた「園山さん久しぶりだね」お久しぶりです あの、会社のことを聞きました。ああ、うん。風間先輩は、会社が倒産した経緯をこう話してくれた。園山さんも、いつか見た社屋祭がね、今年もあったんだけど、その時に発信した社屋が、道の真ん中で崩れてしまってね、会社には社屋を修繕する体力はなかったんだ。 神社の屋代で残っていたものだけは別の場所に移設されて新しい神社になった。いい会社だったんだけどね。人が良すぎる会社だから競争に生き残れなかったのかもね。そうですか。うん。思えば前の年から兆候はあったんだ。その年も社屋祭があったんだけど、 私としての会社が前進し始めた時、俺はあれおかしいなと思ったんだ。いつもはそんなことないのにね、微妙にだけど、社屋が傾いていたんだよ。 毎年パジャマ年末年始の休みで実家に帰ってきた私は最近なんだかうまくいってないなとかなんとか思いながら今でゴロゴロしていた大人だから悩みがあって当然かなんて幼いまっさらな頃の記憶が染みついた実家で思うとその時唐突に私はあることを思い出したパジャマである 小さい頃、実家で着ていたパジャマ。あれは不思議なパジャマだった。そのパジャマは、黄色い陽気な色のパジャマだったのだけれど、一年に一回だけ着ていい、という制約がついていた。一年に一回着ると、その夜は、絶対にいい夢が見られるというパジャマだったのだ。一度着ると、次にいい夢が見られるようになるまで、一年かかる。 それで、私はいつも七夕にそのパジャマを着ていた。理由は確か、曇りの日でも私の夢の中で織姫と彦星が会えるように、という理由だった。ああ、なんて優しい子供。自分の見たい夢を見るのではなく、それを他人、しかも実在するかどうかも怪しい人物のために使うとは。 私は幼い頃の自分に感心しつつ、お母さんに、ねえ、あのパジャマはまだあると聞いた。お母さんは、あれねえ、と年末の忙しい時にもかかわらず、ごそごそと探してくれた。やがて、タンスの奥の方からパジャマは見つかった。よし、大晦日にはこれを着て寝て、自分のためにいい初夢を見よう。 と決心した。私は今やズうズーしさも身につけた大人なのだ。そしてやってきた大晦日、あの黄色いパジャマに身を包んでベッドに入った。夢はすぐに始まった。私の目の前に富士山がある。おお、いきなり富士山。幸先いい。私は一富士二高三なすび。 のトップバッターの出現に小躍りした。だが、この富士山、どこか違和感がある。私は、走って富士山に近づいてみた。すると、違和感の正体にすぐ気がついた。富士山の形が、私の知っているものと違うのだ。頂上に白い雪があるその姿は、確かに富士山なのだが、なんだか違う。 富士山にもっと近づいてみると何のことはないそれは私の家の近所にある小さな山だったそしてその山を富士山に似せようと近所の人々が雪を撒いているのだったうん偽物の富士山なんだか微妙だと思っている私の方に鳥が止まったやった鷹だと思ったら スズメだった。スズメ私がスズメを肩に乗せながら歩いていると、近所のおばあちゃんが声をかけてくれた。ほれ、これ持っておいきおばあちゃんがくれたのは、ナスみたいな形をしたミニトマトだった。私はベッドの上で目を覚ました。悪い夢ではなかったけど、 なんだか全体的にスケールが小さかったような。そんなことを考えながら私はごそごそと起き出して今に向かった。開けましておめでとう。と言いながら居間の扉を開けると母が私の姿を見て笑いながらこう言った。<laughs> 何よあんた。そのパジャマ、ツンツルんじゃない。 笛吹き草私は幼い頃、笛吹き草によく遊びに行った。笛吹き草はおじいちゃんの別荘で、海がよく見える丘に立っていた。私と同じく遊びに来ていた親戚の子たちと一緒に、笛吹き草の中を無我夢中で走り回ったものだ。お母さんに聞いた話では、おじいちゃんは子供が大好きで、 笛吹き層は子供のために作られたらしい。笛吹き層にはいつも音楽が響いていた。CD などを流していたわけではない。笛吹き層そのものが音楽を奏でていたのだ。笛吹き層には壁や床など、ところどころに穴が開いており、海風が吹き込むと、その風が音楽に変わるように設計されていた。リズムはバラバラだったが、 その音楽は私たちを楽しませた。奏でられる音楽は私たちが幼稚園や小学校でよく耳にした童謡だった。音楽に包まれながら遊び回る私たちをいつもおじいちゃんは優しい眼差しで眺めていた。そしておじいちゃんは椅子に座りながらいつも口笛を吹いていた。それはおじいちゃんがご機嫌である証だった。 だけどおじいちゃんの口笛はあまり上手じゃなくて笛吹き草から流れる音楽の方がよっぽど上手だった。笛吹き草は本物の木が建物の中に生えていたりその枝にブランコがくくりつけてあったり2階の部屋同士をつなげる橋があったりそんな感じで子供である私たちが楽しめるようなそんな作りになっていた。 しかし、私は大人に近づくにつれ、笛吹き荘にはあまり行かなくなった。きっと他のみんなも同じだったろう。だから私は、すごく久しぶりにこの笛吹き荘に立っている。おじいちゃんが天国に行って、私がこの笛吹き荘をもらい受けることになった。私たちがいるときはいつも賑やかだった笛吹き荘が、 今は、しんと静まり返っている。おじいちゃんは、私たちが来なくなってからも、ここに来たのだろうか。笛吹き層は、あの頃とあまり変わらなかったが、もう音楽は鳴らなかった。きっと音楽を鳴らす穴が塞がってしまったり、逆に広がってしまったりしたのだろう。笛吹き層の中に生えた木の落ち葉を払いながら、 ここをどうしようかと考えた。笛吹き層は住むには向いていない。夏は良くても、冬に風が入り込むのは厳しい。いろいろと考えた挙句、私はこの笛吹き層を近くにある幼稚園や保育園、小学校などに通う子供たちのために開放することにした。ブランコや橋など、 必要な部分は修繕して子供たちに遊びに来てもらうようにしたのだ。こうすればきっとおじいちゃんも喜んでくれるだろう。子供たちは笛吹き草に来るとみんなめちゃくちゃに走り回って楽しそうに遊んでくれた。私たちもきっと昔はあんな風だったのだろう。子供のために作られた笛吹き草で遊ぶ子供たちを眺めていた私は どこかから音楽が聞こえたような気がした。笛吹き層に吹き込む風が鳴らした音楽ではない。それはどこか調子のずれた、あまり上手とは言えない口笛の音だった。 年越し巻我が家にはおかしな風習がある。はちまきをしながら年越しそばを食べるのだ。そうすることで来年も無病息災でいられるということらしい。このおかしな風習は昔年越しそばを買うお金がなかったご先祖様が始めた風習だと言われている。 普通年末年始というのはゆっくり過ごすものだと思うが、我が家ではいつも鉢巻きをして無駄に気合を入れて年を越していた。そんな家で生まれ育った私はいつも無邪気に鉢巻きをして年越しそばを食べていたのだが、大人になってから疑問を持つようになった。何しろ我が家以外はどこもこんな風にして年越しそばを食べていないのだ。 大学生になったある年初めて実家ではなく友達と年を越してその時はチマキをしないで年越しそばを食べたまあ名刺みたいなものだし問題ないだろうと思っていたのだがその翌年はなんだかずっと気合いの入らないぼんやりした年になってしまったのであるだから私は反省して毎年きちんとチマキをして年越しそばを食べるようになったのだが 今年だけはどうしようか迷っていた。なぜなら、夫の実家で初めて過ごす年越しだからだ。一人だけ鉢巻きをして年越しそばを食べるのもどうかと思ったのだが、鉢巻きをしなかったせいで来年ふにゃっとして過ごすのは嫌なので、私は事前に夫のお母さんに伝えておくことにした。そんなわけなので、 本当に申し訳ないんですけど、私だけ鉢巻きをさせていただきます。私から謎の風習を聞いたお母さんは、あら、そうなのわかった、と笑ってくれた。それからみんなで年末恒例の歌番組を見たりして時間を過ごした。年越しが近づいてきた時、お母さんが、じゃあお蕎麦は茹でますね、と席を立った。 じゃあ、ちょっと失礼します。私はそう言って、私たちにあてがわれた寝室に向かった。持ってきた革の中から鉢巻きを取り出す。今頃、実家のお母さんやお父さんも、こうして鉢巻きをしているのかな、なんて思いながら鉢巻きをした。そして、私は寝室を出て、みんながいるダイニングに向かった。 お父さんには夫から言っておいてもらった。大丈夫大丈夫。最初の歳だけだ、恥ずかしいのは。そんな風に考えながら、ダイニングに通ずる扉を開けた。え私は思わず、そんなすっとんきょうな声を上げてしまった。ダイニングに座っていた夫、お母さん、お父さん、その全員が鉢巻きをしていた。いや、 それどころか、たすきまでしている。え、たすきですかえそんな風に慌てる私に夫が言った。実はうちでは、年越しそばを食べるとき、たすきをかけるんだ。驚かせようと思って黙ってたけど。同じような風習があるものね。そう言ってお母さんが笑う。お父さんが、 ほら、うちのじいさんたちの写真だよ。と、一枚の写真を見せてくれた。その写真はかなり古いもののようで、本当にたすきをかけながら、年しいそばを食べていた。本当だ思わずそう叫んだ私を見てみんなが笑う。なんとかうまくやれそう、と、私は初めての夫の実家で、ようやく肩の力を抜くことができた。 そして家族みんなでおそらく日本一気合の入った年越しそばを食べた申し上げにくいのですが私は慎重に言葉を選び お年を召した夫人に対して、申し上げにくいのですが、と切り出した。どこか悪いのでしょうか。夫人が不安そうな顔でこちらを伺う。それはそうだろう。だが、私はそんな夫人の不安をまず和らげるために続けた。いえ、そうではないのです。 実は、レントゲンの調子が少し悪いようでして。私は、夫人にそう説明した。そう、先ほど撮った夫人の胸部レントゲン写真には、不可解なものが写っていたのである。何度撮っても、それは同じだった。正直に言えば、それは危機の故障ではない。しかし、それをそのまま夫人に告げるわけにもいかない。 私の言葉を聞いた夫人は困惑するかと思いきや落胆した様子で言った。こちらもですか意外な夫人の反応に私は思わず、え、こちらもとおっしゃいますと、と聞いた。いえ、なんでもないんです。お世話様でした。夫人がそう言って荷物を持って立ち去ろうとする。 待って、あの、よろしければお話を伺っても。さっき撮ったレントゲン写真に人が映っていたんでしょう。私はその答えに驚いた。まさにその通りだったのである。夫人のレントゲンには夫人の肺がほとんど映っていなかった。その代わり肺を隠してしまうように人の影が映っていたのである。 私が先ほどの写真について、どのようなものが撮れたのか詳しく説明すると、夫人はふっと笑い声を漏らした。実は先日主人が亡くなりまして、それは多分主人だと思います。えその、お恥ずかしい話ですが、主人は 私の胸を隠しているのかもしれません。そんなもの映るわけないのに。何と言いますか、うんうん、その機械に弱い人でしたから。夫人は真っ赤になってそう言った。私は看護師と顔を見合わせてから、思わず大声で笑ってしまった。お恥ずかしいです。すみません。うん 夫人が赤い顔でこちらに頭を下げる。そんな、とんでもないです。あの、そういうことでしたら、ご主人を説得していただけませんか。それからもう一回撮りましょう。私がそう言うと、夫人はほっとしたような表情でうなずいた。それから、もう一度撮影室に入っていた。すると、撮影室から、 夫人がご主人を叱りつける声が聞こえてきた。私は笑いをこらえながら夫人による説得が終わるのを待った。やがて夫人が顔を出して、大丈夫だと思います、と言ったので、検査業を来てもらい、再び撮影した。私はその時、ふともう一つの可能性に思い至り、笑うのをやめた。 もしやご主人は、夫人に隠された疾患を隠すために、撮影の邪魔をしたのではないか。そんな不安を抱きつつ、撮影を行った。撮影結果を確認した私は、ほっと胸を撫で下ろした。夫人の体には、特に異常は見当たらなかったのである。夫人に再度診察室に来てもらって、 撮影結果の説明を行う。私はその説明中、笑いをこらえなければならなかったし、夫人もずっと真っ赤だった。なぜなら、夫人の胸部写真のすぐ後ろで、何かおかしなことをしたらただじゃおかないぞ、とでも言うように、まるで人気映画の悪役のような顔をして、こちらを睨む ご主人が映っていたからである。